はい、こちらは早稲田スポーツからの掲載になりますが、早稲田対明治の試合において初回先発のエース兼主将である早川投手は150キロを超える投球を連発いたしますと、明治3番バッターの丸山選手への2球目自己最速の155キロという記録を達成いたしました。またドラフト候補でもあります早川投手が大学生左腕の神宮史上最速となる155キロの記録達成という素晴らしい快挙も達成いたしました。では、明治の3番バッター丸山選手との対決2球目で155キロの新記録を達成したその丸山選手との対決内容を見てみることといたしましょう。センター丸山君、前橋育英高校、背番号1。